どうしよう。やばい、急いで戻さないと。セーフアウトか。こんばんは。やばい、1時間も間違えてしまった。ごめんなさい。いやー、一発目からやってしまいました。こんばんは、お久しぶりです皆さん。やば、お久しぶりです。ごめんなさい、もう本当にたくさんご迷惑とご心配をおかけしました。ごめんなさい。ただいまです、戻ってきました。どうも、元気いっぱいです。そうなんです。ちょっとの間お休みをさせていただいていたんですが、元気になって無事戻ってきました。もう変わらず、相変わらずです。相変わらず何がって感じやけど、この抜け具合とか何も変わらず本当に元気いっぱいです。なんならもう元気、全部元気溜まってるぐらいの元気よさです。こんなもう見ての通りの元気よさです。お久しぶりです、嬉しい、やったー。お久しぶりです。あの初っ端から1時間時間間違えるっていう、もうやってしまった。でもこうして見に来てくださってありがとうございます。すごい、皆さんちゃん気づいてくださりましたね。気づいてくださりましたね、おかしいか、気づいてくださって、ケイトのミスにも。さすがです、ありがとうございます。よかった、無事に見に来ていただけて。よくやっちゃうんですよね、なんかなんでなんやろ。時間とか日にちとか間違いやすいから、皆さん気をつけてくださいね。ケイトのツイートは疑ってかかってください。すいません、もう本当にこの間も約1週間ぐらいご心配もおかけしました。たくさんたくさん、もう本当に、でも私は元気なので。ありがとうございます、ご心配を。本当にもう完全復活です。そうですよね、元気いっぱいなので、これからもよろしくお願いします。そんな1ヶ月ぐらい休んだ気でいるんですよ、もう。この NMB がない、 NMB がない、活動がない期間がなんかめっちゃ長く感じて、だからこそなんかもう1ヶ月ぐらい休んだぐらいの気持ちでいるんですよ。休んでたぐらいのテンションでいるんですけど、全然考えてみたらそんなに休んでなかった。そうだからね、いやーでも本当にもう何も変わらずって感じですね。お、タワーもありがとうございます。結構前ぐらいから
いただいてたのかな、もしかして気づかず喋っちゃってたけど。あれ、こっちのケイトのところに反映されてない。コメントは見れるけど。誰だろう、送ってくださった方挙手してください私ですってちょっと私じゃないですあ、じゃなかったですか。あ、サロルンカムイさん、ありがとうございます。ありがとうございます、教えてくださった皆さんもありがとうございますそう、元気です、ありがとうございます。タワーまで。そう、急にね、びっくりしました私も。結構ね、休んでる間も割と元気だったんですよそう、本当に自分がかかったのかって思うぐらい元気だったんです。気持ちはなんて言うの、もうそうなんですよ。だから後遺症とかもね、結構言われてるんですけど、なんとか何もなくて、本当に大丈夫でしたなんて言ったらいいんやろ。もう本当に皆さんがね、本当にしか言ってないですね、私いっぱいご心配をおかけしてしまって、もう申し訳ない気持ちですね。そっちの方が大きいです。もう全然元気なので、ご心配をおかけしてしまったりだとか、そう、そうなんです。もう何よりもなんか症状とかよりも活動できひんかったことの方が辛かったですそう、それが一番辛かった症状より何より。だから今もう戻ってこれたので、めっちゃハイテンションなんですちょっとローテーションみたいな喋り方してるけど、ね、本当に元気いっぱいです言い方が元気いっぱいじゃないですよねそう、でも何も変わらず後遺症とかもなく、はいありがとうございます。本当にご迷惑とご心配を本当におかけしてしまって、本当にそれだけねちょっと申し訳ないなっていう気持ちと、まあ休んでた分また頑張りますっていう気持ちですそんな感じです。変わらずですね。だからご迷惑もね、そう、公演出るって言って発表されていた分とか楽しみにしてくださってた方もねいるんじゃないかなって楽しみにしてくださってたら嬉しいなっていうねそしてでも楽しみにしてくださってた方がもしいらっしゃったら、そう、出れなかったからちょっと裏切ってしまった感じになっちゃって、それは申し訳ないなって思うんですけれども、でもこれからも元気に頑張りますので、皆さんよろしくお願いしますこれからもよろしくお願いしますっていう感じですはい、そんな感じですイエイ。ってことで早速私は残していたものがありまして何グラっていうものを残してたんですキャ
そうなんです。今回皆さん知ってますか？難しいんです。難しい。なんとなんと今回のお題は俳句、秋の俳句だそうで。そうなんですよ、俳句。ちょっとまあ今までも難しかったんですけど、大喜利的なことだけど、よりなんか難易度上がった感じがしますね。そうで考えてみたんです、私もそう考えてみたんですけど、なんか本当に思いつかなくて、ここで考えようと思いますそう、なんか考えてたのはあの季語を入れないといけなくて、季語を入れないといけない、俳句ってそうです。でなんか月を入れたいんですよ。そうで、ケイトが潮月やから月を入れたいんですよ。で月がなんか秋の季語か調べてみたところ、秋の季語っぽかったんです季語っぽかったんです。だから月と潮月をかけようと思っててそうなんです。季語ですか？季語にはなんか昇り月とかは季語とかね、なんか入ってたっぽくって、ケイト調べなのであんま信用したらダメですよ皆さん皆さんほんまにあんま信用したらダメなんです。なんか昇り月とか、なんかなんちゃら月みたいなのが季語らしくて多分おそらく、あ、ほらほら、なんて読むんですかこれ、中秋、中秋、中秋、何中秋、なんてやろこの大中小の中に秋の秋の月だし、中秋で合ってました。中秋の名月らしいです中秋かなと思ってましたよ中秋って思ってたから一番最初に言ったんですよ。もちろんそうですよ、もちろんですよ、読めますって読めてなかったけど、そうだから、そうなんか月入れてみようかなみたいな。どうしようかな、でもどうしよう、そうそう、なんちゃらってつけば、なんちゃらの月はあるんですよ。月だけは確かになかったんですけど、季語で。そうそう、すごい、そうそうなんです。秋の俳句を作るっていうお題ですよね。秋の俳句を作るんですか？秋の月？月よ、なるほど月よ、これって五七五じゃないとダメですよねやばいこれ全然五七五じゃないのならできましたよ。月よ好きよ潮月系統ダメだこりゃ、ダメだこりゃ全く五七五でもないし、季語も入ってるんかどうかも分からへんし五七五でも何でもないいいのこれでいいんですか、いいねやって優しいいいって
これってみんな五七五じゃない人もいますよね。まあ俳句かどうかは自分が決めるんで。あ、やばい、意味わからんこと言い出しましたよ皆さん。そう、俳句かどうかは自分が決めることで、まあ字余りとかね、そうあるじゃないですか、あの字余り字余り字余り。ちょっとそれっぽい言葉があったから使ってみた。字足らずとかもあるじゃないですか。そうそう。そうそう。だからいい感じですね、バッチリ決まりました。やばい、そうやばくない。それでいいですね、決まりました、素晴らしい。OK です、今回はこれでいきます。ありがとうございます。字余りまくりの字足らず。はい、では今回の秋の南蔵秋の季語は月よ月よ潮月系と。あ、ちょっと入れ替えたらいいかな。いや、でもそれですね、入れ替えても文字は合いませんでした。なのでそれでいきます。塩月系とはちょうど7文字やねんですけどね。やのんですけどね。もう日本語もおかしいし、もう3文字でそもそも足りてないんか。あ、そっか。そっかそっか。337、あ、337拍子みたいなあるじゃないですか、そんな感じですよ。そう、じゃあこれでツイートします。337拍子みたいな。そうそう、 OK です、できました、ありがとうございます。もう俳句のお題はこりごりです、1回目やけど。強行突破ということで、元気さを皆さんに今日はねお伝えできて、お伝えすることができてよかったです。はい、皆さん元気だよっていうことは伝わっていただけましたでしょうか。日本語めちゃくちゃや。元気ですのでね、私はもう何も心配無用。心配無用です。はい、そうなんです。なのでこれからまた戻ります、完全に。元気いっぱいで頑張ります。なのでね、これからも皆さんよろしくお願いします。ではではでは、ランキングを発表して終わりたいと思います。ちょっと1時間も間違えていたんですけれども、見に来てくださりありがとうございます。はい、それではランキングを発表します。本日の13位は久尾さん、ありがとうございます。12位やしちさん、ありがとうございます。11位やまちゃんさん、ありがとうございます。10位ガチのつりしさん、ありがとうございます。9位まやさん、ありがとうございます。8位まーくんさん、ありがとうございます。7位おいちゃんさん、ありがとうございます。6位ロンさん、ありがとうございます。5位さやまるさん、ありがとうございます。4位ななさん、お、変わったな今。見逃さなかったぞ、変わりましたね。じゃあちょっと行きますね、もう一度。13位ガチのつりしさん、ありがとうございます。12位まやさん、ありがとうございます。11位いそうさん、ありがとうございます。10位やまちゃんさん、ありがとうございます。9位やしちさん、ありがとうございます。8位まーくんさん、ありがとうございます。7位おいちゃんさん、ありがとうございます。6位さやまるさん、ありがとうございます。
5位キムコバさんありがとうございます。4位ナナさんありがとうございます。3位ロンさんありがとうございます。2位サロルンカイムイさんカムイさんありがとうございます。そして1位がずんだもちさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。時間も間違えてしまい急遽で日本語もめちゃくちゃだったんですけれども見に来てくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、ありがとうございました。今度は私はですね、今度は次は11月24日に YNN さんの方で何やら企画をやらせていただきますので、ぜひそちらも見ていただければ嬉しいです。これからも元気にいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。